ましょう。噛んでいきましょう。みです。あです。お願いします。お願いします。ということで、はい、知ってるかもしれないんですけども、はい、これめっちゃ美味しいよね。これあの販売中止になるらしいんですよね。悲しくない？悲しい。これさ、銭湯行ったらさ、これでしょ。これ飲むよね。コーヒー牛乳ですけども、フルーツのやつ、はい、これ選ぶ人いるじゃん。これ選ぶ、これ選ぶ、これ、これ選ぶ人、そういう人が少ないからなくなるんだよ。で、俺これ好きすぎてジュースに牛乳足してみたりしたんだけどだからね、分離しちゃうのよ。はい、ということでこれ、はい、キャップを買いました。あー、買い占めました。イエーイ。まあ、当分お風呂上がりにこれ飲めるでしょ。お風呂上がりにこれ飲めるの一番最高だからね。一番最高じゃないですか、うん、でこれ風呂上がりに飲めば無限に飲める説飲んで、はいはいはい、で、風呂行ってで、飲んでっていうのは何回飲めるか。100本いけんじゃね。100本はいけるだろうな。だって風呂上がり絶対一瞬で飲めるでしょ。サドンデスしていきましょう。どんどんいこう。これなんでなくなるの、こういうさ、俺らの好きなもの。いや、でもなんかやっぱ銭湯自体があんま調子よくないんかな。あー、知らんな。いただきます。いただきます。うん、美味しい。美味しくない？美味しい。風呂行きましょう。風呂行きましょう。あっちいいかな。どういうこと？暑いから、やっぱ。どこが？ん？どこが？部屋が暑いから。部屋が暑いから風呂入りたいの。肩まで浸かるのを1分間やって、うん、体を完全に風呂に入った感じにして、ここでもう一回集合して出てきて、すぐここに来て、もうすぐ飲もう。だって時間置いたらさ、できんじゃん、できんじゃんってなっちゃうから、すぐ飲むのでいけるかどうか。タイムトライアルです。そういうことです。はい、すぐ行こう。気づいちゃうから。風呂入ってきます。あ、風呂入ってくるわ。はい、なるあー、めんどくさい。いや、風呂はさ、できるだけ深夜っていうか朝に入るようにしてるね。いや、おじさんいるじゃん。これヤバくない？この現象。死んじゃう。風呂入ってる時めっちゃ気持ち悪い。気持ち悪い。やばいよね。白目向いてたもん。風呂入った時、いや、気持ち悪いんだけど。まあ、風呂入ってたら牛乳無限に飲める説。あ、でもいけそうっすね。いけそうに聞こえるじゃん。はい、聞こえるんだけど、風呂上がりの牛乳はうまいんだけど、はい、牛乳飲んだ後の風呂がきついっていう。よし、2回目入りました。あー、待ってるわ、カメラ。ノーファンド。ノーファンドよ、今。風呂上がりの牛乳はいいんだけど、牛乳上がりの風呂がきつい。でも飲むの大丈夫だわ。飲むのお風呂に入れなくなるのか。先な気にしない。いや、飲めはする。でももう絶対来る。風呂絶対来てくれ。もう無理。なんかさ、俺この登山もあんの嫌なんだけど。登山も込みなの。ああ、そこで行ってくるわ。3回目。俺ちょっともう吐いてもおかしくなかった。なかったよね。今の今も本当にそうだ。吐いててもおかしくないよ、ね、なかったね。入り方も気をつけたもん。酒飲んだの酒飲んだ日の入り方したもん。だんだんこう慣らしていったもん。飲めるとで言ったらどんぐらい飲めるの？めちゃめちゃ怖いこと言うと、お前の本数足す1本。めっちゃ怖い。N プラス1だ。バカにされちゃうよ、そんな。そうだよ、4本でやったら。でもそいつら4回目で。俺ら4。それダメだもん、もう痛いやろ。やだやだ、絶対やだ。汗かいてるし、危ないよ、お前。いや、もう一回行くでしょ。行くよ。行こう。行こう。階段の途中で走る。俺階段絶対やだもん、今。でも4本でも結構体感きついな。え、1回入って1本なんすか？あー、もう疲れた。あー、もう疲れた。きつっ。あっ、あいつ絶対こっちいるわ。ほら見た、ほら。お前アラブの王様みたいなやり方すんなよ、お前。リタイアで。おい、アラジンじゃん。アラジンじゃん。リタイアじゃん。色を全部黄色になってるんだよ。それはおかしい。キュリル先生。飲めんの？1本は飲めるよ。でもそれ飲んだら風呂もう一回行かなきゃいけないからね。なんで？風呂終わりだから。
関係ないよ、お前それは。この人風呂入ってるかなって思う。いや、入ってるだろ、今日5回入ってる。マジすげえ。結論から言うと、風呂上がりの牛乳は美味しいけど、牛乳上がりの風呂は不可能。ということで、以上、今日のミスターマヨンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。